まあ正直スタートでサインズが回った時点でまあほぼほぼねレースはもうマックス優勝で決まったようなものでしたよねメルセデスのペースが、うん、そこまで良くないっていうのはもうある程度分かってたし第一スティントでも実際まあコンマ3秒4秒ずつじわじわ離れていって112 11周でまあ5秒ぐらいは開いちゃったんでまあちょっとメルセデスとしては 後ろについていって戦略でどうにかっていう範囲ではもうなかったので、レッドブルも自分たちのレースすればいいし、メルセデスもまあ自分たちのレースするしかないっていう、ね、戦略でどうこうできる状態じゃないっていう形になっちゃったので、まあ、第一シントの段階では、これは結構退屈なレースになるなと僕は思ったんですけど、まあ実際のところその、メルセデスはやっぱりストレートが遅いので、ストレートだけでコンマ1とかコンマ15とか差がついちゃう、1本で。 で、長い人ーと2本あるんで、コンマ34ついちゃうっていう。まあ逆に言うとそのセクター1の高速コーナーとか17コーナーとかは、MAX の方はもう完全にそこはセーブしろと。タイヤセーブして高速コーナー、ターン5、4、6、7、8とかターン17は抑えて走ってね。で、MAX に対してはその、 ハミルトンはそこでプッシュしてるよと。まあ実際レース中も他の車のデータ見てるんで、GPS のデータ見てるんで、スピードがどのぐらいかっていうのは見てますから。ってことは、ああ、こいつらすんげえプッシュしてんなと。コーナーでだいぶ躍起になってプッシュしてんなと。タイヤ酷使してるなっていうのは分かってたし、まあレッドブルとしてはストレートが速いから、ほっといてもストレートで稼げるんで、えー、そこを別に付き合う必要がないし、自分たちがコーナーセーブしてても、 3、4秒早い状態が維持できてたんで、まあまあ、そのタイヤさえ持てば、持たせることができれば楽勝だねっていう展開だったんですよね。だから GP からもすごいそのマックスに対してはもちろんハミルトンとのギャップは連絡してましたけど、基本はもう本当タイヤセーブしようっていうところだけ徹底的に言ってましたね。で、タイヤセーブしても追いつかれないんだよっていうその、 マックスを安心させるような、安心してタイヤセーブできるように持ってってましたね。じゃないとまあね、躍起になってマックスも走っちゃう可能性あるんで、そこはあの本当にうまいことを転がしてるっていうか、ドライバーが安心できるような情報をちゃんとレースエンジニアが提供するっていうのが、まあ、例えば、あの、 ハミルトンにペースで負けてるのは高速コーナーだけで、それは自分たちがマネジメントしてるところだから負けてるんだよ。でもストレートで稼げてるから全然問題ないよとか。まあ、あと、その、ハミルトンはセクター1で高速コーナーでプッシュしてるよとそれでも同じペースで走れてるよみたいな、本当にその安心させるような情報っていうのをどん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 流してましたね。その辺もやっぱり、 あのコンビっていうのは上手いっていうのが今回改めて分かったと思うんですけど、まあそういう感じでセクター、第一スティントで5秒差がついてしまって、ハミルトンの方が逆に先にタイヤが垂れちゃったんで、えー、ピットイン先にすることになり、まあ正直この時点でもうレースとしてはほぼ決まったようなね、ペースグラフとか見ると、ハミルトン最後ピットインする前にこうちょっとかかって落ちちゃってるんで、巡行ペースもマックスよりちょっと遅いし、最後にかかって落ちてるのも早いしっていうので、 えー、まあちょっと、メルセデスはこの時点では苦しいかなって。まあ、これ、第1スティント、ミディアム対ミディアムですけど。で、第2スティントで、ハードタイヤに、まあ変えたわけですけど、まあその直後にセーフティーカー入っちゃって、ギャップがなくなって、メルセデスはアストン・マーティンゼに引っかかったのもあったんで、そのギャップが5秒だったのが、まあさらに6秒広がっちゃったんですけど、セーフティーカーが入ったんで、それがまあ帳消しになって、で、ハード対ハードでスタートしたら、まあ、意外とハミルトンやっぱ早くて、 ペースがほぼ同等だった、二人が。まあ、先ほど言った通り、その高速コーナーでハミルトンはプッシュして、で、フェルスタッペンもプッシュしてない状態、してない状態で、ペースが同等だったんですけど、まあ、とはいえ、そっからじゃあ引き離せるかっていうと、引き離しにくい。 ハードタイヤに関してはやっぱりちょっとレッドブルは苦しいよねと。逆にメルセデスは相対的にハードタイヤをうまく使いこなせるよねっていう。まあザントホールトとかでもね、まさにそうでしたけど、今回もそういう感じだったんで、第2スティンとハードタイヤ同士では全然もう差がなかったですよね。このペース、真ん中のね、えー、ペース見ても、ルクレールのこのギザギザギザー目立ってますけど、ペルスタッペンとハミルトンのペースがほぼ一緒っていう感じで、だから、 まあ、約2秒のギャップがもうずっとこのね、20何周目から30何周目まで、2秒ぐらいのギャップが続いちゃって、まあ、引き離そうと思うとマックスはプッシュしてタイヤ壊すことになるんで、まあ、それはやらなかったっていう感じですね。ただまあ、あの、やっぱり上手いのは2秒差っていうのをコントロールしていて、それ以上には近づかせなかった。なので、えー、ハミルトンが先にピットインしてもアンダーカットはできない。 ハミルトンが先にピットインしても、マックスが次の週に入れば、まあ前で戻れるってカバーできるっていうところをちゃんと維持してたっていうところがやっぱり苦しい中でもコントロールしてるっていうところですよね。まあ実際にはピットインしたら、あのピットタイム11.1秒でしたっけまああの左フロント時間かかっちゃって、まあホイールガンのトラブルらしいですけど、まあ言ってみれば、 普通だったら2.5、6秒で終わると考えれば、8.5秒ぐらいロスしたことになりますけど、まあそのロスのせいで、ハミルトンがトップに立ち、なんならルクレールが前に行ってしまう、3位まで落ちてしまうという状況になったわけですけど、そっからが、あの、良かったのは、結局、第3スティンとハミルトンはミディアムタイヤ、もう残ってなかった。レッドブルゼーとルクレールだけはミディアム2セット残ってたけど、他の人たちはもうミディアム1セットしか、 残ってなかった。ハード2とミディアム1っていうので、まあ、ほぼ決め打ちのミディアムハードハードっていう戦略だったんで、それに対して、まあ今言った通り、ハードがうまく使えない、ハードあまり良くないっていうレッドブルは、ミディアムハードミディアムが、第三スティントミディアムが使えるっていうのが大きくて、まあ、結果的にやっぱりこの第三スティントのペースがまた、あ,あの0.34秒、順行ペースで速いっていう状態になった。これがやっぱり、 ミディアム残してたレッドブルとミディアム持ってなかったメルセデスの差になっちゃったっていうところですね。まあ、メルセデスがミディアム持ってたからどうってど、持ってたらどうだったかっていうのは正直わかりませんけど、もしこれがハード対ハードだったら、まあ、結構マックスはあの8.5秒のロスを取り戻すのは難しかったんじゃないかなと思われますね、まあ。取り戻して抜くとこまで行けたかっていうと、かなり際どかったんじゃないかなっていう気がします。 そこは金曜日からちゃんとミディアムを温存してた。メルセデスはもう金曜日の時点でミディアム2セット使っちゃってましたからね。捨てちゃってたんで。まあ、それに対してレッドブルのミディアム残すっていう読みが正しかったっていうことですよね。で、まあ、それだけじゃなくて、その、1周あたりコンマ34しか稼げない、それしかギャップを縮められないにもかかわらず、まあ、マックス焦らずに淡々と走って、レースの最後に、 ちゃんとグリップ残してた。で、ハミルトンに追いついたところでそのグリップを使うっていうのはまあ去年のレースもそういう展開でしたけど、やっぱりそこにタイヤ残しておいて最後に使うっていうのができてるのがやっぱりタイヤマネジメントのうまさですよね。まああのレース全体を見て冷静にレースを運ぶっていううまさだし、そこが今年のマックスの強さっていうのは,はっきり現れてたと思いますね。で、まああのハミルトンとしてももうあそこで 追いついて来られると、あのペースで来られたら、あとの何周での追いつかれるっていうのは分かってたし、で、追いつかれちゃったら、ストレートで10キロ差があるんで、まあ、DRS まで使われると、まあ、もちろん抜かれるよねっていうのは、そこは抵抗しきれないっていうのは、あんだけバックストレート長いと、しょうがないっていうのはもう分かってた。まあ、それにしてもマックス結構、あの、 ターン12でイン、パンって突っ込んだ時、そんなに行くそぶり見せないんだけど、まあ、スパって行くっていうね。ハミルトンもちょっとブロックが、まあ、アンダーブレイキングでブロックするような形になっちゃって、まあ,あ、れ、ペナルティとか取られなくてよかったと思いますけど、まあ、それだけ、マックスの飛び込みもかなりデイトブレイキングで、まあ、ここでまさか来るとはっていうタイミングで行ってるから、ああいう風になってるわけですよね。あそこは、あの、やっぱり後ろでついてもたもたしてると、 まあそれこそ一周二周チャンス狙っていけるはずなんだけどいけないなみたいなそれこそセクター1の高速コーナーで後ろついてタイヤオーバーヒートしてみたいになるとマックスもやっぱりミディアムなんで厳しくなる可能性あるからまあそう考えるとやっぱり一発で仕留めるっていうのが大きな強さの一つっていうのもま,またやっぱり確かですよねただ本当にその ハミルトンが優勝争いするところにいるっていうのは、まあ今まであまりなかったことなので、まあ今回もちろんセーフティーカーでギャップなくなったことと、まあそれで6秒と、マックスのピットミスの8.5秒で、まあ14.5秒得してるんですけど、逆に言うと14.5秒のところにハミルトンいたことは確かだし、まあ14.5秒じゃなくてもっと前にいたんですけど、実際には。 フィットストップで何秒か、2、3秒ミスしただけでもう全然逆転されるっていうところにいたわけですからね。明らかに今までとはメルセデスの位置が違ってるのは確かなんですよね。で、優勝にかなり近づいてるのも確か。ただ実力で優勝できないのも確かっていうところで、まあ、そこがハミルトンの言うやっぱりソークロス、ソファーっていうところなんですよね。優勝するにはやっぱあとコンマ3、4秒ペースが速くないとダメだっていうのが一つありますし、多分同じペースだったとしてもストレートが遅いので、 遅くならざるを得ないので、今の車では。結局、車自体がドラッギーというよりは、リアウィングをしっかりつけてあげないと、まあどうしてもリアが不安定な車なので、まあそこが、あのね、他の人たちに比べてでかいウィング使わざるを得ないんで、どうしてもドラッギーにならざるを得ない。ってなると、まあストレートで対レッドブルで10キロとか遅いと、まあ同じペースで走れる車だとしても、ストレートで速い車とコーナーで速い車っていう差が出ちゃうので、 そうなると、決勝では正直勝てない。同じペースでも勝てないっていうのがあ、まあ明らかですよね。だから、まあ正直今年はでっかいリアウィングつけないと走れないっていう特性はもう変わらないから、あの、実力で勝てるのはなかなか難しい。勝つことは難しいっていうのはメルセデスもわかってると思います。まあ次のメキシコはちょっとチャンスありそうですけど、まああの来年に向けて今回のアップデートもそうですし、次入れると言われてるフロントウングもそうですけど、 それが来年に向けての方向性っていうのは、まあ方向性はもう決めてるらしいですけど、えー、それが正しいかどうかっていう、まあ最終確認をやってる感じですね。まあそんな感じで、え、レッドブル対、えー、メルセです。まあ非常にいいところまでは行って、まあレースとしてはすごく面白かったんじゃないかなと思います。もちろんセーフティーカーと、レッドブルのピットミスっていうのはあったんですけど、まあなかったら正直、第一スティントでついた、 6秒差が、まあ、そのままついて、で、第3スイントでもさらにもう少し6秒ぐらい広がってっていう、まあ、遠くはないんだけど、まあ、一人旅みたいな感じの展開になったと思うんですけど、レッドブル側もちょっともう今日もしかしたら2位でいいんじゃねって2位でもま、コントラクターズ決まるんで、2位でもいいんじゃねっていう気持ちはちょっとあったみたいですけど、でもそれでじゃあ盛り上がれるかっていう、喜べるかっていうと、やっぱり優勝して、あの展開から逆転して、チャンピオンっていうのを、 が、やっぱり、あの、盛り上がりというか、やっぱりディートリヒマティシスに対する、まあ、あの、弔いというかね、最高の結果で恩返しっていう形になるんで、まあ、それは、やっぱり、最後の最後。まあ、マックスはとにかく、もう、どんな時であれ勝ちたいっていう人だから、まあ、そこが、ある意味ではチームよりもさらにマックスの方が、その勝利にかける執念が強かったっていうことかもしれないですね。